先日 PV 第3弾が公開され、大きな賑わいを見せている千年決戦編決別弾。何よりも我々を沸かせたのは、原作になかった平子真嗣の挽回が披露されることだろう。だがここで一つの疑問が生じた。平子真嗣の挽回は小説キャントフィアユアオンワールドにて初披露された。ならば同作で初披露された、久木周平の挽回はアニメで登場することはあるのだろうか？平子も久木も、千年決戦編以降に初披露された挽回なわけだし、平子の挽回が原作改編で差し込まれたのなら、久木も可能性があるのではないだろうか。ということで今回はそんな些細な疑問について解説と考察をしていこうと思います。そしてこの話には多くの方が抱える、ある誤解が関係しているのです。それでは、早速行きましょう。ここから先はアニメ千年決戦編のネタバレを含みますのでご注意ください。小説キャントフィアユアオンワールドにて初披露された平子真嗣の挽回、坂島横島八方塞がり、太鼓の目のすグランデが封印された残白刀、イコミキどもへの能力によって生み出された無数の虫に似た何か、それらを一手に引き受けた平子真嗣。状況は平子一人に対し、敵は無数というまさしく絶望的な状況。だが平子はこの絶望的状況をひっくり返す奇跡を見せる。挽回、坂島横島八方塞がり。なでしこを思わせる巨大な花が開いた時、状況は逆転していた。その場に広がっていたのは無数の死そのもの。それらは互いの腹を食らい合い、爪で貫き合い、仲間同士で殺し合う形でその場に転がっていた。これこそが挽回の能力。敵と味方の認識を逆さまに流転させる。そのため味方と認識し合っていた無数の何かは、それぞれにとっての無数の敵となり、ただその認識に従って対象を攻撃する。ただこの弱点は、差しの勝負では認識を入れ替える対象がいないため発動できず、範囲の能力のため、こちらの味方同士も殺し合いを始めてしまうこと。そのためこの挽回を発動するには必然的に、平子 VS 大勢の敵という絶望的構図になる。それゆえに千年決戦編ではクインシーがいきなり精霊帝の内側に現れたため、混戦状態となり挽回を使用できなかったとされている。だが実はここに大きな誤解が生じているのだが、お気づきだろうか。時代の霊王となる器として作られた存在、産着主コネ。死神、クインシー、ホロー、フルブリンガーの要素を持ち、残白刀イコミキどもへを従える彦根の実力は、あのザラキケンパチと互角に戦い続けられるほど。そんなザラキケンパチと彦根の戦いの間に、久木周平が命を懸けて割って入る。ザラキケンパチを説得し、彦根を止めるため戦いを挑むも、一瞬のうちに胴体を真っ二つにされてしまう。その戦いを見守る者誰もが終わりを感じたとき、ザラキケンパチだけがまだだとつぶやく。久木自身の全てを受け入れ、命を懸けること。そして久木自身の血と命、死神としての矜持を捧げること。それこそが風死にを屈服させる条件だった。そして溶断されたはずの久木はなぜか平然と立ち上がる。そしてその力の名前を口にした。挽回。不死の工場。命の循環が、終わりを告げた。上空に浮かぶ真っ黒な太陽から鎖が久木と彦根に巻きつく。彦根が何度久木を真っ二つに溶断しようと即座に再生し、立ち上がる。これこそが挽回の能力。鎖が巻きついた久木と相手の霊圧を均等化し、互いの霊圧を消費して互いの傷を再生させる。そしてそれは二人の霊圧が尽きるまで持続する。すなわち挽回が発動されたら最後、この勝負に決着はつかなくなる。挽回が解除された後に残るのはただ、霊圧が空になった瀕死の久木と相手のみ。視界が生命を循環させるのに対し、挽回は生命の循環を停止させる能力。そんな中、久木は時な代外世界を知らない彦根とただ切り合い続けた。彦根の一方的な虐殺のような、久木から彦根への稽古のような。そんな戦いの末に彦根は久木から、世界とその厳しさを教えられたのだった。以上が平子と久木の挽回が初披露されたシーン。どちらも同じ小説で初登場した挽回であるため、平子の挽回が千年決戦編に逆輸入されるのなら、久木の挽回が登場しても確かにおかしくはない。だが結論としては、久木の挽回はほぼ確実に登場しないと思っている。では今回の本題である誤解について解説していこう。早速結論から話そう。多くの人が誤解している内容とは、平子真嗣の挽回は、千年決戦編で使用しなかった、とは明言されていないことだ。だがおそらく多くの方が、平子の挽回は千年決戦編で使用できなかったのだと思っている。
その理由は挽回発動時に平子がこのようなセリフを言っていたため、クインシーとの戦争では参った。いきなり精霊艇の内側に湧いて混戦状態にしよるんやから。壁の外にわかりやすく陣を張っていたら俺一人で大半は片付けられたんやけど。そして多くの方がこのセリフを、混戦状態にされたため発動できなかったと解釈している。だから千年決戦編では使用できなかったのだと。もうお気づきかと思うがこのセリフ、平子はだから挽回を使う暇がなかった、とは発言していない。つまり何が言いたいのかというと、平子はもともと、開戦前に敵が集まる拠点へと単独で乗り込み、挽回を発動しクインシー陣営の戦力を挽回させようとしていた。だが予想とは裏腹に敵がすでに内部にいたため、当初の目的が果たせなくなった。平子の思惑通りにはならなかったから参った、と言っているだけであり、戦争中一度も使えなかったとは言っていないのだ。つまり千年決戦編決別談における平子の挽回シーンは、原作改編ではなく、原作で描かれなかっただけの原作補填、ということだ。作中でもクインシーの第二次進行の際、ヴァンビエッタ戦で登場するまで平子がどこで、何をしていたか描かれていない。つまりこの間に平子がゾルダートを挽回で殲滅していても、矛盾しないのだ。そのため千年決戦編時点で挽回を習得していなかった潔の挽回は、登場しない可能性が極めて高い。ではなぜ一度も使用しなかったと我々が誤認していたのかというと、同じ小説内にて、実は平子は強化水月への対抗策を用意していたが、アイゼンが一期に強化水月を使用しなかったため、使うことなく終わった、と説明しており、このセリフと混同されたのが原因ではないかと思っている。各言う私も平子は千年決戦編で挽回を使用していない、と思い込んでいた一人であり、このセリフに気がついた時驚きと同時に、久保先生の細やかな設定描写にも驚嘆しました。もしかしたらここまで詳細には考えていらっしゃらなかった可能性もありますが、それでも矛盾がないよう余白を残して書かれているのはさすがブリーチだなと思います。ということで今回は潔の挽回はアニメで登場するのかについて解説してきましたが、それでもやはり平子の挽回が映像作品として初披露されるのは全人類待望の瞬間であり、そうなってくるとぜひ潔の挽回も映像作品で見たいと思うのは切理ではないでしょうか。小説版の映像化はブリーチファンの総意として期待するところではありますので、それが実現される世界線だと信じて楽しみにしていたいと思います。それではすでに差し迫ったアニメ、千年決戦編決別談を心待ちにしながら、今後もこのチャンネルではブリーチの解説、考察動画を上げていこうと思います。ぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけるととても嬉しいです。それではまた、次回の動画までごきげんよう。